ようこそ、江田市 TV へ。えー、前回ですね、特番を見ていただいた方も、今回から見ていただいた方もですね、いらっしゃるかと思いますけれども、テーマはアメリカの大統領選挙です。で、第2回になる今回は、えー、アメリカ大統領選挙のですね、何を見ればいいのかというところを、大統領選挙、だいぶ直前になってきてますけれども、ポイントを絞ってですね、皆様にお届けしていきたいというふうに思います。 前回はなぜですね、トランプ大統領が勝ったのかというところで終わりました。で、今回はそこも踏まえて、今回の見どころというのをお伝えしていきたいというふうに思います。司会の雄大です。よろしくお願いします。大統領選挙ですね、今、あの、トランプ大統領が勝ったポイントについてお伝えしたんですけれども、そうした上で、大統領選挙を見るポイントをちょっとお伝えしたいんですけれども、アメリカの大統領選挙というのはですね、 各州ごとに割り当てられた選挙人というのがいるんです。で、これ人数が各州ごとに決まってます。で、この選挙人を取り合うというのがアメリカ大統領選挙のやり方なんですね。で、なので、例えばペンシルバニア州でトランプ大統領が仮に僅差で勝ったとしてもペンシルバニア州の選挙人の数は20人なんですが、この20人は全部トランプ大統領が取る形になります。 仮に本当に僅差で、ほぼ、あの、拮抗してたとしてもですね、本当であれば、それを日本みたいに総票で扱うとかいうことがですね、例えば比例代表みたいなことがあれば、あのー、票を分け合うみたいなことがあり得るんですけども、アメリカの場合は、もう州ごとに勝ったら、ごっそり全部という形になります。で、従ってですね、その、地盤が固まってる州の中において、前回の選挙の時よりも、 民主党寄りなんだとか、共和党寄りなんだっていう話があったとしても、正直関係ないんです。地盤があるところというのは、もうそのまま、その党が勝ちます。ないしは、アメリカの総の得票数がもし仮に、共和党が多かったとしても、各州ごとの票、あの、のですね、あれが、例えば、か、かたや圧勝した州があるのに、かたや僅差で負けてることがあれば、圧勝した州を多く持ってる方が当然勝つんですけれども、お 票数ではなくて選挙人の数なので得票数では圧勝してても結果的に惨敗するというようなことがありますしたがってどの州を注目してみるべきなのかここをですねシンプルに見ていくことが必要なんですね今報道を見ると全体の傾向としてバイデン候補がどうだ トランプ大統領がどうだって話があるんですけれどもそうすると例えば共和党の地盤の中のバイデン候補の票が伸びてるとかですねないしは逆のところを見てですね評価をしてしまう可能性もあるのでそこの部分というのは早期に排除をしたいというのが僕の今回の分析のやり方です。で お見せしたスライドなんですけれどもこちら、えー、赤がトランプ大統領の共和党の強い地盤ですで青が、えー、バイデン候補の民主党の地盤ですでここについてはもう地盤が強固なので基本的にもうこの段階でこういう色塗りをしてしまっていいと思います。で えー、この時の得票数を見ていただくと、もうバイデン候補がですね、203票を取ってるんです。で、トランプ大統領は一方で82人しからですね、あの、選挙には取れてません。ここだけ見ると、この数字だけ見ると、やっぱりバイデン候補が圧勝なんじゃないかというふうになるんですが、この残った部分の中において、共和党の方が強い地盤というのは当然あります。で、共和党の方が強い地盤については、 そおそらくそのまま勝つだろうと。で、それは多少変わることはあるとはいえども、基本的にはですね、排除をしていった方がいいので、次のスライドに移りたいと思います。基本的にはですね、おそらくここの、この色分けですね、ここの部分に近い結果になってくるんだと思います。今、色が塗られてないところというのは、えー、世論調査においてもきっ抗しているところになるので、世論調査においても差が出て、あまりにも差が出ているところというのは、もう排除をしてしまっていいだろうなしは、 かつてもうその地盤がずーっとあるような地域については排除してしまった方がいいだろうと。で、これを見ていただくと、えー、選挙人の数、バイデン候補は207人で、トランプ大統領は164人という形でかなり拮抗してきているのが分かります。ただ、これでもですね、まだ絞りきれていないので、えー、これまでの大統領選挙の地盤とかも含めてですね えー、ちょっと、えー、もう少し絞りたいなと思いますんで,で絞ることをするかというと今回の大統領選挙の、えー、皆様が、えー、即票とかですね開票状況を見ていく中でこの週に注目をしてほしいという週を絞りたいからですで、えー、激戦州以外をですね仮にトランプ大統領が全部取ったとちょっと仮定をさせてもらいますこれはあくまでで仮定なので えー、こうならない可能性というのはあります。先ほどのスライドというのは、もうあの色だろうというところなんですけども、これはあくまでも、えー、激戦州以外をトランプ大統領にしてみたという過程です。で、そうなってくると、今残ってる州というのは、左から順番にですね、地図のアリゾナ州、それからウィスコンシン州、ミシガン州、オハイオ州、えー、ペンシルバニア州、えー、ノースカロライナ州、フロリダ州になってます。で、この、 トランプ大統領にさっきの過程を設けて見てみると、えー、バイデン候補が226人選挙に思ってるんですね。で、トランプ大統領というのが186人持ってます。で、えー、270の過半数を超えた段階で勝ちが決まりますので、ここから見ていただきたいのは、バイデン候補が一体どの州を取ったら勝ちが確定するのかというところなんです。で、えー、今バイデン候補226ということは270まで、 44人選挙人が足りないんですね。で、えー、今、あの、見ていただいているスライドの中で、各州の選挙人の割り当てが書いてあります。で、えー、州によっては人数が違います。で、えー、っと、このですね、えー、地図の中で、まず一番最初に、もうこことここ取っちゃったら終わっちゃうんだという州をですね、お伝えすると、ペンシルバニア州とフロリダ州になります。ペンシルバニアとフロリダの割り当てが、二十20と29なんですね。なので、 ここを落とすと49人の、人の選挙人の数というのが、バイデン候補に流れます。その瞬間にバイデン候補の過半数というのは決まります。先ほどその、激戦州を除いてトランプ大統領が勝ったなという過程で、アシストをしてあげてもなおこの2州を落としてしまったら、バイデン候補が勝つという状況です。で、 ただ、これはあまりにも極端あってですね、私個人は、フロリダは、えー、トランプ候補があ、大統領がですね、取るんじゃないかなというふうに、ちょっと予想はしています。ただ、ここはもう激戦州なんで、正直わかりません。で えっと、ちょっとフロリダはですね、本当は激戦州でものすごい注目なんですけれども、今回の分析においては実はちょっとあんまり触れないので、ここでフロリダの論点だけお伝えをすると、フロリダはですね、かなりラテン系の移民が多い地域になります。で、先ほどその移民の政策について、そのトランプ大統領は厳しいという話をしてましたけれども、やっぱりそうした部分がトランプ大統領の人気というのを落としているかもしれません。ただ、 前回もですね、かなりフロリダについては激戦と伝えられて、えー、ヒラリー候補が優勢と言われた中で、ここは、えー、トランプ大統領が取りましたし、フロリダはかなりトランプ大統領が力を入れた部分でもあるので、フロリダについては正直私もわからないですし、トランプ大統領が頑張って取る可能性があるなと思ってます。ただ、ここは蓋を開けたらバイデン候補っていうのは十分あります。はい。ただ、論点はここではないです。で、えっ、ー、と、先ほどそのトランプ大統領が前回勝った時に、 えという話の分析をしましまたで今回の選挙の時にその有権者が何を見ているかというとやっぱりです、ね、トランプ大統領はこの4年間で、ね、雇用を守ったのか経済を良くしたのかそれから移民のところですねやっぱりここがポイントになってくるかなという,ふうに思ってますで雇用に関しては確かに途中まで順調だったんですけどもコロナが起きたせいでですね今、アメリカこの瞬間めちゃくちゃですね失業者が溢れてます。 雇用を守るんだというふうな形で公約を掲げて4年間やった週末のこの大統領選挙のタイミングで雇用を守れてないということは僕は結構致命的だと思ってます。 えー、これがもしかしたら世論調査に現れてないポイントかもしれません。まあ、すでに現れてる部分もあるかもしれないんですが、現れてないポイントとしてあるだろうというふうに思ってます。それから、やはり強いアメリカを体現する、強い経済をと言ってきた中で、やはりですね、コロナの影響でかなり経済というのが鈍化をしてきてます。で、株価を保つことがトランプ大統領にとって大事だというところで、そこも一つの指標になっているんですけれども、えー、私が今これをお伝えしているこの瞬間はですね、アメリカの ダウの平均というのはものすごい下がったというニュースが連続して流れている状況ですこれを有権者がどのように判断するのかこれはですねやっぱりトランプ大統領にとってはそこを色としてた分です、ね、難しいんじゃないかというふうに思いますそれから前回の選挙とやはりですね違うのは移民の政策についてかなり厳しくしたことによって移民が多い州についてはトランプ大統領について不利に働く要素があるというふうに思っているということですで 改めてですねちょっとお伝えしたいなと思うんですけれどもまずですね絞り込みとして排除されるべき州が実は2個ありますでその州というのはミシガンとウィスコンシン州になりますでなんでこれを排除するかというとここのミシガンとウィスコンシン州はですねあの長らくずっと ここ最近民主党が勝ってきてたんです。で、えー、ただ前回トランプ大統領が自分の色を出してですね、えー、そこの部分を地盤を取ったということで、えー、結構その自分の得票数、選挙、選挙年度ですね、数につなげたというのがあります。ただ、えー、やっぱり今までずっと民主党の地盤だったところ、それから今この世論調査みたいのかなり得票数が離れてますので、このミシガンとウィスコンシーに関しては、 えー、激戦州というふうに掲げさせていただいたんですけれどもここについてはバイデン候補が勝つだろうという想定をしたいなと思いますでちなみにですねずっとこの地盤を、まあ、ベースに話をしてきてますが、えー、地盤というのは、えー、基本的には私1992年以降の選挙を見てきてますでかつては 地盤というのが全く通用しないでですね、もうアメリカ全体が大統領を支持したみたいなことありまして、それは1984年のレーガン大統領が、えー、当選した時の、えー、選挙の模様というのを今映し出したスライドにあります。で、このようにですね、もう一つの州、ミネソタザ州を除いて、もう 共和党を全部の州が支持したというような状況もあるんですけれども、これはあくまでもやはり例外的で、1992年以降はやはり地盤によって色がはっきりしてきています。で、今回は接戦というふうに伝えられていることもあり、地盤は地盤通りに行くというのが私の見方です。で、その上で、ミシガンとウィスコンシン州を、えー、今申し上げた通りにですね、ちょっと変えてみると、えー、っとですね、 あ、その前に、ミシガンとウィスコンシン州をですね、民主党が落としたのは前回トランプ VS ヒラリーの時だけなんです、92年以降ですね。それをちょっとお伝えした上で、えー、ミシガンとウィスコンシンをですね、色を塗ってみる,るとお、いよいよですね、えー、トランプ大統領勝つにはどう、どこを取るべきなのかというところが見えてきます。逆に、もう、こことここを落としてしまったら、だめだよというポイントが見えてくるんですね。 バイデン候補はこの時点で270 5 2 2人の票を取ってます270人まではあと18人なんですで例えばペンシルバニア州は20人の選挙人なのでペンシルバニア州を取っただけでもうですねバイデン候補勝ってしまうんですよなので選挙を見ていただく時にですねやはりこの得票数が多いこれらの州をどうですねトランプ大統領が守るのかというのが論点になるというふうに思いますで えっと、ちょっとですね、今、ミシガンとウィスコンシンを外したんですけれども、えー、ここの論点をちょっと補足をしたいなと思うんですが、ウィスコンシンというのは、酪農が非常に盛んな州なんですね。で、酪農が非常に盛んな州でそこの雇用を守りますという話もあって、えー、そこの部分でトランプ大統領やってきたんですけれども、 えー、米中対立というのをトランプ大統領引き起こしましたで、えー、中国が報復関税をしたことによってアメリカの農産品がですね中国に対して関税が高くなってしまったので出せなくなってしまったんですねでその結果ウィスコンシン州の酪農というのは打撃を食らったので雇用の部分それから経済の部分というところについて、えー、トランプ大統領というのは失点をしてます で、前回が、その、民主党の自慢からひっくり返したということが加味されればですね、 ここの部分というのは、今相当世論調査でもえ差がついてますけど、難しいんだろうというふうに思ってます。で、ミシガン州については、ラストベルトに分類されるところですけれども、やはり雇用を守れなかったというところが、結構ですね、ここの部分というのは響いてくるんじゃないかと。で、前回やはり民主党、あの、前回だけが例外で、それまでは民主党の地盤でしたから、ここの二つというのは、民主党の方が硬いんだろうというふうに見てるというところです。はい。で、えー、ミシガンとウィスコンシンをこう外してみると、 私個人は結構注目なのはペンシルバニア州だと思ってます。で、ペンシルバニア州はですね、結構炭鉱とか石炭とかそういうのが盛んなんですね。で、かつ結構シェールオイルというのも取れるんです。ただ、シェールオイルについてはコロナの影響でですね、えー 原油価格というのが世界的に下がってしまったんです。で、原油価格が下がってしまったことによって、えー、創業分岐点を下回る形になってしまったので、シェールガス、シェールオイル生産業が結構ですね、苦境を強いられて、雇用的には難しい形になっています。ここについて、トランプ大統領がやっぱり処方箋を出せてないというところが難しい。ただ一方で、バイデン候補は再生可能エネルギーにやっていくんだ。化石燃料をちょっと敵視している部分もあるので、そういう意味においては、 ここの票がどうなるかというのは結構注目になっていて、ペンシルバネン州だけで20票あるので、ここはかなり注目です。で、前のエナシテ TV って、私、オハイオ州が結構注目だというふうに申し上げました。なぜならば、過去の大統領選挙において、オハイオ州を落として大統領になった候補というのは2人しかいないからです。あ、2回しかないからです。ただ、今回に関しては、 オハイオ州はもしかしたらトランプ候補に、大統領になるかもしれません。なので、それでバイデン候補がでもペンシルバニア取った時には、3回目の事例になるというところもあり得るかもしれません。いずれにしてもですね、個人的にかなり注目したいのは、このペンシルバニア州です。で、あと、もう一つ注目。ここはですね、あんまり実は、東京都の部分には最終的に11年しかいないので、関係しないかもしれないんですけども、 アリゾナ州という州は、実はずっと共和党の基盤だったんです。で、ここが今激戦,州激戦区になってしまったのは、アリゾナ州というのは、かなり移民が多いんですね。で、移民の政策というのが、あの、うまくですね、その、まあ、かなり厳しくしてしまったので、ここの得票数を伸ばせてないというところと、ここはもともと、マケイン、えー、昔ですね、マケイン候補というのが大統領選挙に出てた。いやそれは共同が出たんですが、マケイン氏は、あの、病気でですね、亡くなってしまったんですけれども、 マケイン氏がですねトランプ大統領に対して反対の立場を共和党のにとっていたということがあって実は共和党の地盤というのが分かれてしまってますで本来共和党が絶対勝てるのは地盤でこういう不安定要素があるというのも今回トランプ大統領が厳しいというふうに私が見てる一つの詳細になりますただいずれにしてももう見るべき州というのは限られていてここは激戦区なのでここを全部トランプ大統領が取ることがあれば当然トランプ大統領は勝ちます その見方を今回ですね、えー、していただきたいなというふうに思うんですけど私個人はやはり雇用、経済、移民のところで、かなりですね、前回に比べて難しい要素があるので、そういう意味において、その、息子問題とかバイデン候補もいろいろありますけれども、もっと実体的な面において、アメリカ人はバイデン候補に入れるんではないかな、このよの州についてバイデン候補が勝つんじゃないかなというふうに、個人的には見てます。ただ非常に興味深いというふうに思ってます。 はい。ということでですね、以上が今回の大統領選挙の見どころと、まあ一番最初にですね、えー、どういうような政策を掲げているかということをご説明したので、えー、バイデン候補が勝つか大、トランプ大統領が再選するか、それによってですね、えー、日本を取り巻く状況というのは中国の政策もそうですし、えー、それから国際協調主義なのか、自国第一主義なのかというところでもありますし、まあ日本の首相も安倍総理から え、菅総理に変わってますので、え、そういう意味においては、え、そこの関係構築をどうしていくのかというところも含めてですね、結構注目かなというふうには思います。ただ、トランプ大統領も、そこまで簡単に付き合えるような人ではないので、トランプ大統領だから安心だみたいな日本にある風潮というのは、僕はですね、あんまり楽観視してはいけないというふうに思いますし、一方で、やはりその同盟国、まあ、え、民主党は伝統的には日本を軽視ですけれども、 同盟国を使いながら中国を包囲網というふうに言っているバイデン候補が日本と接近をするという可能性って十分にあり得ます。それから、えー、次のですね、放送会でお伝えをする気候変動対策のところのポリシーの違い、これはですね、かなり日本の、えー、経済にもですね、影響を及ぼしてくるなというふうに思ってますので、そのあたりは 次回ちょっと、えー、皆さんにですね、お伝えしていければというふうに思いますいずれにしてもですね、大統領選挙を見るべきポイント、えー、今お伝えしたポイントに沿ってですね、ぜひ11月3日はですね、大統領選挙の模様というのを見ていただければというふうに思いますはい、えー、今回のですね、ちゃえー、番組についてはとりあえず以上にしてですね、えー、皆様にですね、次回気候変動についてお伝えしていきたいなというふうに思います え、ぜひですね、え、これを見ていただいて面白いなと思った方はチャンネル登録をしていただければというふうに思いますし、YouTube、Twitter でのコメントというのもお待ちしております。え、それではですね、CO2 のない世界を目指して、これからもニュースをお届けしていきたいというふうに思います。さよなら CO2、また次回。